いつもと一緒です。いつもと一緒、毎回一緒です。もう1年ぐらいは同じです。くまちゃんいっぱいありがとうございます。若くなったね。だって若いからね、普通に若いからね。今この中だと若いから、このルームの中だと若いから。もうずっとオリーブです。初めてやったの2年前とかだもん。オリーブ、ずっとオリーブ。今日はインスタも投稿したので見てください。てか特会今週なんだね。今週ポートメッセですね。服が決まっていない。どっちも、土曜も日曜も全く服決まってないよ。あの E 公演に聞い取られすぎてた。くまちゃんいっぱいありがとうございます。そう、多分最年少かも、この中だと。この中だと最年少かもしれない。美容院代大変じゃない？だって大変。大変です。なんか素敵な美容院に行っているので、そう1万5000円ぐらいしちゃうよね、染めるとね。そう、今日も早起きでした。レッスンしてた、昨日も。早起きウィークなので明日も早く起きます。ね、12月やばい。もう12月です。あ、いい声も終わったらもうすぐ特会なので、よろしくお願いします。似合うギフトありがとうございます。あ、でもポートメッセに合わせての美容院じゃないんですけど、そう、ちょっと用事があるので今週その美容院ですね。そう、もうね、目の前にある次あることに聞い取られすぎて、そう、一回終わらせてから次のこと考えたい。サポートメッセですよ、今週末は。え、なんか美容室で すごいことが起きて、美容室の方に紅白の話を振られたのが、紅白全然わかんないですってし、みたいな言って、最近フルーツジッパーが好きでってその方が言ったんですよ。おっと思って、昨日サスケのやつ公開されたなと思って、そう、出てらっしゃったんですよ、フルーツジッパーの方も。で、なんかちょっとうーんと思って、なんかえ、誰推しなんですか。誰推しなんですかって聞いてみたら、そのサスケに出られてる方だったんですね。面白くてちょっと言おうかバレ言おうかと思った。自己紹介はしないんですけど、私も SK 好きでとか言おうかと思って悩んだけどやめといた。
でミキと同じ美容室に行ってるので、海を見きでサスケ面で、しかもワンチャンミキはバレそうだよね。ミオ応援側だったのであれなんですけど、競技してしちゃってるから。でもなんか一人で早起きしてるかも、みよ。どっちかといえば、なんか例えば11時半から例えばリハですってなっても一人だけ早起きしてる。多分みんなそんな早起きじゃない。なんか準備が遅すぎて一人だけ早起きしてる状態毎日。コンサート期間とかも一人だけめっちゃ早起きしてるよ、一人で。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。あ、でも髪のコースケを染めたのがファンの皆さんのためじゃないっていうのは間違いかもね。だって普通にポートメッセのために染めたわけじゃないけど、お仕事のために染めたので。フォトメッセの設定にするとかはないです。やっぱ自分に正直に。初めてミオ美容室の方に質問返しした。いつもミオ答えるだけなのに初めて質問返ししました。誰推しなんですかとか言って、あーとか言って。でも最近知って好きになったって言ってたから、まあ、見てない可能性もが高いなと思ったけど。でもね、違う、毎回違う方なので、同じ美容室に行ってるけど、指名してないので。今日は珍しい目な方だったんですけど。あ、時間もね、珍しい時間に行ったので、いつもと違う。くまちゃんありがとうございます。あ、気づかれてないです。全然探られてない。ミオが探った。ミオが探っただけで全然探られてないです。か、絶対気づいてないんですけど。3時間前じゃない、最近もっと早く起きてる。3時間前でもなんか間に合わなくなってきて、3時間半は絶対撮るようにしてます。マストで。でたまに3時間45分メイクするときは4時間まで。あ、かわいい風船ありがとうございます。1000円のやつ、1000ゴールドのかわいい風船ありがとうございます。朝ごはんは絶対食べたいので、
こまちゃんありがとうございます。雨すぎてやばい今日、あの久しぶりにこんなに大雨見た。あ、でも珍しめの方だけど全然知ってる方です。そう、全然知ってる方、初めてとかではない。今日雨って知らなくて、普通に美容室予約して、まあ、今日しか行けなかったから、行きたい日まで、行きたい日までに、ん？行きたい日見てたら今日しかなかったから今日行ったんですけど、朝はね練習、朝はレッスンしてから自主練してから行きました。最近毎日そう、何とかして何々して自主練してから何々する。映画も行きたいんだけど。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。お花バージョンの2個あるんか、これお花バージョンとお花じゃないバージョン。最近まともな朝食ですですね。だってそう、なんか朝ご飯ってみよう食べるのマストだから、なんか菓子パン的なのはあんま食べなくなった。逆にお昼とかは食べたいもの食べることが増えて、朝はなんかじゃないことが増えただけ。食べるんですけど全然。めっちゃ雨。そう、もうね今日お昼ぐらいにはね雨っぽい感じだったから傘持ってたんですけど、でも事務所にも置いてます傘、忘れたように。いつユニバに行ったのって？今月です。もう案件なので一応ね遊びという名の案件という名の遊び、遊びという名の案件なので、日付自分たちで決めれないんですよ。もう決まっててこの日行きますよって、お仕事の連絡と同じような感じで連絡来て、行き道の時間も、行きの時間も決めれなかった。もう決まってて、帰りは自由だったんですけど、いや園内も自由だったんですけど、そうだから日付決めれないから結構詰め詰めだったかな、あんま覚えてないけど、普通に一日もう事務所側が開けてくれてる日に行きました。見たい映画は就活のやつと招待ってやつ見たいです。で来月は推しの子見ます、見ますとか言って見たいじゃない、見ます。スパでマキコさんがみよみきの名前出してたよ。だってそれは驚いたそれは驚き、初めて知りました。何スパ週刊スパ何スパだろう。え、停電はしてないです。てか地震あったらしいね名古屋。全く気づかんくて、みよ普通に椅子というか地面こたつに座ってたけど気づかんかった。マジで大雨だよ普通に。今日久しぶりに大雨。で本当にユニバ晴れてよかった普通にね。
でも寒いからカイロ買いました。安いんだねカイロ。春カイロ2個買ったんですけど見お出かけするときはカイロお腹と背中に貼るので2個買いました。コンビニで。そう、焼肉もね、焼肉も前のしたんですけど X に、あれも時間決まっ、時間じゃない日付決まってるので。そう、しかもねちょうどねツリーもあってよかったですね。キラキラ見れました。そう、行き道だけ行ってあとはもう自由です。チケットもらって、帰りのチケットもらって、でもなんか就活のやつはなんかもう公開されてるのかな確か、まあ、今日とかわかんないけど、まあ最近公開されて、でもなんか行ける日があんまりないなと思って見なくていいかと思ってたんですけど、なんかコメント欄で小説らしくて、小説がおもろいみたいな、最後がなんとかみたいなコメントがめっちゃ見るから気になっちゃってる。レッスン場によくいるメンバーとして名前出してたそれはそう、それはそう、本当にそれはそうレッスン場によくいるのはそれはそう。確かにマキコさんにがいるとき絶対いるな熊いっぱいありがとうございます。でユニバめっちゃいました。普通に朝から行って夜までいた。終電で帰ったもんねたこ焼き食べて。そう、本当に解散だからもうカチューシャとか自分の好きなやつ買ったりとかね、食べ物とかも自分で好きなの。寒いのが嫌だからお腹と背中に張ってるだけ、特に意味はないです。だって体あったかい方がいいじゃん、いっぱい。みよね TikTok 絶対コメント欄見ちゃうんですよね、どの投稿でも。なんか癖でコメント欄見ちゃうんですよ。したらその小説面白かったってみんな言うから。あ、でもユニバはシティウォークっていうところがあって、ユニバの駅からユニバまでのウォーク、そこにねたこ焼きミュージアムがあるので。え、なんかコメント見ちゃう理由は、まあ、今はもう癖づいてるからなんですけど、なんかいいね多いコメントが上に来るじゃないですか大体。だからなんかみんなの意見を見ている世の中の意見を見ているのと、 X でも見よう、インリツめっちゃ見るんですけど、世間の声を見てるんです。私は世間の声を見てます。めっちゃたこ焼き入ってますよ、たこ焼き屋さん 6,7 店舗ぐらいあります。風月もね確かありますね。あとミオの大好きな神戸町元町ドリアみたいなのも多分あります。
鎌倉パスタもあります。あ、買ってなければ大戸屋もあります。おにぎり屋さんが美味しいです。ファンファンみたいな名前のやつ。たこ焼きミュージアムってでも名前変わったんかな。今たこ焼きミュージアムって名前じゃないかも、もしかしたら。でもやっぱ銀だこが好きですね、圧倒的。周りカリカリが好きなので。大阪のたこ焼きは結構周りしなしなが多いんですけど、銀だこがカリカリなので、揚げだこみたいな。めっちゃいいですよ。しかもシティウォークってユニバーの外なのに、ユニバーのお土産買えます。めちゃくちゃカチューシャも買えるし、食べ物も買えます。いちご飴も売ってます。ゴンチャもあります。いっぱいあります。だからホテル泊まるときとかそこでご飯買ってもいいよね。スシローかなんかもできたんよ。モスバーガーもあるんよ。何でもあります。しゃぶしゃぶもあります。くまちゃんいっぱいありがとうございます。でもだいぶね、行くたびに店お店が変わってますね。そうだからユニバ出てからでもまあまあお土産買える。まあ中の方がいっぱいあるけど、ユニバ入んなくても全然楽しいですよ。ミは受験の時、中3の時だけ年パス持ってなかったんですけど、少しの期間でもどうしてもユニバに行きたくて、ユニバ依存症っていう友達がいっぱいいたので、友達とユニバの前まで行きました。電車でユニバの前まで行って写真撮って、地球儀の。みんなね、受験らへんの期間はね、年パス持ってなかったからミオも買わなかったんですけど、みんなで遊んだ。モッピー見せたいんだけど毎回忘れちゃう。そこにいる、そこ。モッピーそこにいる。でもなんかユニバーはね、ご飯がね、あまりない。パン系が多いですね。アメリカだからかわからないですけど。あとアトラクションもどんどん少なくなっていて。ジャンプショップなくなったんじゃないかな。そこお土産になってた気がする。わかんないけど、守りたい。この笑顔ありがとうございます。あ、ユニバ1日で余裕で回れます。バリ狭いです、ユニバ。ちなみにディズニーの半分もないぐらい。ユニバ狭いので全然1日で回れる。あ、でも人が多いので昔より、アトラクション全部乗るとかは若干厳しいんですけど、狭いので回れます。2周とか全然できます、ゆっくり。本当に安治川口っていう駅が好き。ユニバの1個前の駅が安治川口っていう駅なんですけど、そこの駅の景色がめっちゃ好きな。なんか電車が置いてある駅、貨物列車とかが置いてある駅で、そこの眺めが大好きです。ミキに紹介した、この駅好きなんだよねって紹介して。スモッピーじゃない。ね、ミキもさ間違えてた。ミキもリアルで間違えてたけど、スモッピーじゃないです。モッピー、モッピーで。ユニバめっちゃ狭いですよ。めっちゃね、道知ってるのもあるかもだけど、めっちゃ狭い。
外国人コンビニ店員さん元気かな、だってみより店員さんのこと気になっちゃってる。この前さ、大阪に帰ってたのもあって、まあ1週間ぐらいそのコンビニ行ってなかったんですよ。いつも行ってるコンビニ、そこにはまあ外国の方の店員さんがいて、結構話しかけてくださる方なんですけど、この前めっちゃ久しぶりに大阪の帰り道に行ったら、なんかどこのコンビニ行ってましたかって言われた嫉妬された。どこのコンビニ行ってましたかって言われて、普通に笑った。でもユニバは高速道路が見えるんですけど、ユニバから、まあでもこれはちょっと説ありまして、ユニバ界の中でディズニーは夢の国なので見えないんですよ、高速道路とか。ユニバでも夢の国じゃないので見えても OK 見えても OK なんですよ。なんならね、海遊館の観覧車見えちゃってるからね。マリオのやつ面白そうだよね、だってマリオのやつね、入った時、入った瞬間はもう本当に感動します。景色もううわさすがだなユニバみたいな。でもアトラクションはもうちょっと頑張れたんじゃないかなって。あのハリーポッターができた時に見よう、本当に感動したのね。ハリーポッター全く知らないんだけど、めっちゃ感動したんだけど、マリオはね、まあその時の感動はなかったかなって。なんかもうちょっとできたんじゃないかなって思ってるので、ドンキーコングにちょっと期待しようかなと思います。そう、コンビニでしとか起きてたどこのコンビニ行ってましたかって言われた。確かにレーンみたい、アイドルのレーンみたいどこ行ってたってもう支援じゃないんだけど、ね、でもね友達じゃないんですよね全然。ミオが喋らないので店員さんに、あっちが喋ってきてミオが答えたって終わりなので友達ではないんだけど。そう、海遊館のね観覧車見えるの、ダイナソー並んでたら。推ししか勝たん、ありがとうございます。でもなんかあのディズニーのユニバディズニーのユニバディズニーのクリスマス行ってみたい、人やばいらしいけど、かわいい、YouTube で見てる、可愛くて。マリオね飽きてないです全然、最初から同じ意見です。初めて乗った時も今も同じ意見。第一印象と今同じ意見。ねこれもつけるしね。マリオ別料金じゃないです、無料で行けます。でも
入ってすぐ整理券取らないと、整理券がないと今入れないので、マリオ行きたかったってなると思います。なので入ってすぐにネットでも取れるので、整理券を取るのが良いです。ハリーポッターは最近整理券なくなってもいけるから多分大丈夫。マリオはねすぐ取った方がいいですね。なんか可愛いディズニーのクリスマス、また間違えたかと思ったディズニーのクリスマス可愛い。ユニバも可愛いけど狭いんだよねそういうとこが好き。でミオはユニバ行ったら一番最初に、まあ、いつもハリドリ乗るんですけど、ジェットコースター。ニキはすぐねハリドリ絶叫は嫌だっていうのでとミニオン挟みましたまず入ってまずミニオン挟みました、絶叫乗る前。そう、なんかディズニーみたいなファストパスみたいなのはないんですけど、ないので、なら乗り物並べたくなかったらお金払うしかないって感じだから、マジでディズニー行った時びっくりした、ファストパスっていうやつに、なんだこれみたいなすごいと思って。ミニオンは穏やかですね。うん。まあ酔いやすい人はあれかもですけど、バックトゥザフューチャーのところがミニオンになったんですけど、全く同じ作りですバックトゥザフューチャーとミニオン全く同じです。もう何も変わってない、乗り物も並ぶところも乗り物の仕組みも階も全部一緒です。でも友達とユニバ行ってミニオン行きたいって言われたことないもんねミキは毎回言うんだけど、なんか前ジュッキーで4人で行った時もミニオン乗った、みんなが乗りたいって言うからマジでやばいよ。あ、犬キって言うんだこういうの。犬キって合ってる読み方本当に全部一緒、もう何にも変わってない、映像が変わっただけ。でも映像めちゃくちゃ綺麗になりました。ワクツダヒューちゃんはたまに何見てるかわからないぐらい画質がねあれだったんですけど、ミニオンめっちゃ綺麗画質は。
あ、バックトゥザフューチャーの車はなくなりましたよ。最終日とかやっとった、最終日のイベントみたいなやってました。みんな写真撮って飾ってたんですけど、車。じゃあ本当に画質悪くて、本当にあのバックトゥザフューチャーで、バックトゥザフューチャーで恐竜出てくるとこがあるんですけど、何見てるかわかんないなんかうーんみたいななるんですよ。本当に画質悪くて、あ、フリー V みたいなフリー V みたいな感じです。でバックドラフトもね、なくなっちゃったの悲しいです。まあスパイダーマンが一番悲しいけど、バックトゥザフューチャーをリニューアル してほしかった。そのままにして、バックトゥザフューチャーそのままにしてリニューアルしてほしかった。でもめっちゃ乗ってた、バックトゥザフューチャーめっちゃ乗ってました。映画見たことないのに。ジョーズはあります。ねえ、だからリニューアルしてほしかったですね。今ね、ジュラシックパークも頑張っているところです。やってないんですよ今。でも本当にユニバは映画見なくても楽しめるから、むしろほぼ見たことない映画、ユニバのね映画見たことないけど楽しいです。全部っておかしいもんね。ハリーポッター見たことないのにハリーポッター楽しめるっておかしいじゃん。で、ミオあれも知らなかった、主人公も知らなかったし、ハーマイオニーも知らなかった、ローンみたいなのも知らなかったけど、ユニバで知りました。そのアトラクションで名前が出てくるから、それで知りました。洋画はめっちゃコロナの時見てたんですけど、見てた理由が姉ちゃんがめっちゃ好きなので字幕でめっちゃ見てました。おもろいよね、なんか海外の映画って。なんかなんか素晴らしいものが多いなんか素晴らしい映画多くないですか。あ、主人公ハリーって名前？ハリーポッターって名前？ハリーポッターか、ポッターかだからエクスペクトパトローナムも知らなかったけど、そのアトラクション中に出てくるからそれで知りました。ユニバで勉強、ユニバで覚えました。うん、あ、でも海外の有名な映画しか見てなかったかも。そのめっちゃわかりやすく言うとタイタニック的なのばっかりコロナ禍見てたから、有名なやつばっかり。なんか全部おもろいよね。でもね、長いんだよね多分、その最初がなんか最初が長くて、あらすじみたいなのが長い印象。そう、出来事が起きるまでが結構長いんですよ。ジュラシックパークですら長いなって思う。その問題が起きるまでが長いかも。
あの日本の映画と比べてですね。まあまあによるんですけど。だから、まあ、姉ちゃんとバイバイしてからは見てないですね、海外の映画。あれとか韓国ドラマとかだったら見るんですけど、なんか公園で話したい話あった気がするんだけど忘れちゃったな。え、そう、映画を見に行く時も日本ばっかり見てるな最近は。ずっと気になるのがないのかも。でも海外の映画の方がおもろいこと多いけど。明日時間がない公演です。なんで今思い出したかのような。明日時間がない公演です。でも今月急にケツ公演多くて驚き。ココナさんいるやつじゃないです、それこの前の公演ですね。みゆちゃん、松川みゆちゃんが、ココナさんもいるってことか、わかんないけど松川みゆちゃんが出てくる。え、寂しい。みよ、みゆちゃん、松川みゆちゃんの万華鏡ファンなのにユニット変わっちゃって寂しいです。普通にファン、あの裏でもねずっと言ってんの。声がいいですよね、めっちゃね、めっちゃいい。いや、なんかオシリンさんがいない公演をあんま経験したことなくて、結構人生で多分2回とか、オシリンさんがいないケツ公演出るの2回目とかなので、3回目とかかな。明日からいないです。最終ベルはオシさんがやってたポジに入ってました。待って、思い出した、喋りたいことを。公園で、やっぱ公園の話だった。なんかさ、おひさんがその DMM を5つ選んだんですよね、リバイバル配信をね。で、その選んだ理由とかも書いてて、その4足歩行、雨の日の過ごし方みたいなの原点ですみたいな書いてたから、あ、見ようと思って、懐かしいなと思って見たら、見よういなくていなかったんですよ、自分びっくりしすぎて、えみたいな、いないんだけどと思って。でミオは確実にお石さんが手と足をバッてついてるところを目で見たことがあるのね。だからもしかしたら4足歩行の MC3 回ぐらいやってんのかなと思ってやってなかったよね、多分今回のリバイバルの配信で。多分ポーズはしてなかったのかな、わかんないけど。でミオはその時期 K2 の MC が本当に大好きで、 K2 の MC をそのメイクしてる時とかにずっと聞いてたんですよ、あとラジオみたいな感じで。全 MC、 全公演の全 MC を聞いてたから、だから、あ、そうやって錯覚しちゃったのかなとも思ったけど。でミオはおひさんが
手と足を地面についてる姿を見たことがあるんですよ。これはだからその後にもまたやってんのかなとか思ったりとかして、自分がいないことにマジでびっくりした。普通にいると思ってたからね。でも2回見たことあるんですよ。4足歩行と3足歩行見たことがあるんですね、虫で。でも嘘ついた。時間がないでオシリンさんいない日あったわ。嘘つきました。いない日ありましたね。ベルは何回かあったんですけど、でオシリンさんの見ながら覚えた記憶があるので、チェリーさんのポジションを。本当にね、自分が研究生の時の K2 の MC 好きすぎてプライベートでめっちゃ見てた。MC をね。あ、無観客なのあれ。いや無観客でベル出たことない。無観客じゃないよね、いっぱいいたもんね自分。待って、死んだ。雨の日に見たのでは、だってそういうこと。MC で見たんじゃなくて、みよ雨の日にお日さんが4本そこそこ4足歩行してるのを見たってこと、プライベートで。そっち、その考えはなかった。そういうことか、プライベートの方を見たのか。三足歩行もあったよね、見た記憶あるもん。三足歩行だから原点にいなかったのかな、ミオ。四足歩行の原点に。お家にいたのかな。そういうことか。じゃあ勘違いもありえるよね。そう、ちょっと原点はいなかったみたいです。めっちゃ研究生だわ。ミオも早く選びたい、リバイバル配信本当に選びたい。いつも考えてる、これ選ぼうって。でもそんなタイミングないです。選びたいよ。一時期ね、誕生日月の人が選べてたのにね、それ2ヶ月ぐらいでなくなっちゃった。ミキとかミクルとか選んでたのに、ミオまで回ってこなかったです。あの卒業公演曲もいつも決めてて、いつも更新してる、定期的に。やっぱこれやなって更新してます。そう、誕生日月が選ぶやつあったんですよ。で、うわー楽しみだなーみたいな、誕生日楽しみと思ったら
消えたそう8月9月ぐらいはあったんですけど、それすぐ消えました。誕生日セレクト、数ヶ月でなくなっちゃった。お試しだったのかな。選びたい選びたい選びたいよ。確かにそういうの多いかな。プチカフェみたいなやつも1回なかった。1年飛んでる1年飛んでます。そうあったんですよね。でどんどんそう選びたい公演が増えていくから困ってる。誕生日のね写真みたいな今販売されてるじゃん、誕生日好きの。あれも4月からだった。また大富豪でライブやりたいな。言ったっけ、みよって誕生日3月16日なんですよ。これって K2 で生誕祭できる可能性はありますかこれってそういう気持ちで生誕祭やりたいかも。風船ありがとうございます。くまちゃんいっぱいの。なんか厳しそうでやばい何か最後って思ってできない最後寂しくない？いつも思うんだけど。なんか気づかないうちに最後で、あれが最後の方だったのかとかさ思うとさ、なんか本当何も知らないけどさ、千秋楽とか、まあ、もしするとするじゃないですか。となるとなんかそれでなんか生誕できなかったみたいなない？同期の卒業知らずにやっちゃうみたいな。でも青側は分かってたんですよ、最後なの。ミアが始まるので。同期の最後は知らずに最後やっちゃってたので、公演寂しいですね。最後って思ってできない最後が寂しいですね。お、携帯が真っ暗になった今。なんか携帯おかしくて、もう本当に最近なんか容量がいっぱいだからかな、携帯おかしいんですよ。しかも携帯おかしい上に容量がって何かあるたびに容量がって言ってくるんですよ。でももう限界、消せるものがない。
そう、おかしいんだよね、携帯ずっと最近。でもなんか難しくて、携帯の容量ってこれ増やせないんですよね、このアルバムとかの容量は。課金できないんですよ、もともとの入ってあるギガなので。3個ぐらいあるやつ、あれは増やせないやつらしいです。写真でね、でも200ギガぐらい使ってる写真だけで。バッテリー不足じゃない、 90% ぐらいある今そう、充電めっちゃある。そう、携帯おかしいんですよ。メールもバグってて3つぐらい送っちゃったんですけど、同じやつ。メールを送ってくださってる誰かが多分空気読んで1通だけみんなに届けてくれた誰かが。でさ、バブル始めたじゃないですか。バブルで動画めっちゃ撮るのね。だからほんと消せなくて、でも思い出消せないんですよ。でアプリはもう限界まで消したので、もう消せるアプリなくて。こまりちゃん写真とか動画撮れないくなるもん、いつもギガがって言われて。あと充電の減りはレベチで早いです。あの何にもしてないんだけど、朝起きてお家出るときはもう60とか本当に最大68ぐらいしか入んないので。思い出消せない。あ、メールで同じ写真2つつけてないですよ私。今日メール送ったんですけど、2通の顔違います同じ写真つけたことないです。メール2枚ついてるときは顔が違う2枚です。口とか見てみて、若干違うから若干違うから。これミオが写真2枚とか3枚つけるときはあの顔が違います顔が違いますから。これはバグじゃないです、これ全然バグってない。そうで、今日携帯おかしいから、今日とか3日前ぐらいから再起動もしたんですよ。それでもこれ再起動してもこれ。毎回ね、違うのを2枚並べて送ってますそう、選べないから送っちゃうの。いっぱいなんか1枚に選べなくて、いつも2枚とか3枚とか送ってる。あの連続で届いてるやつ。iPhone 変えたいけどね。でもね、 iPhone 変えるとね、アルバムってね写せるんだけど、写真アルバムは写せないの。写真は写せるんだけど、ミオがフォルダ分けしてるフォルダはぐちゃってなっちゃうんですよ。ミオはブログとメールにとか、みんなに公開してる写真と公開してない写真を分けてるんですけど、そのフォルダがなくなっちゃうんですよ、写真携帯変えるとね。それが嫌すぎて変えれない。一回変えたんですけど、 SK にいる間にもう めんどくさすぎてどれを送ったか分かんないし、どれ使ったか全然分かんなくなっちゃって嫌だったんですよね。ちなみにまだ世に公開されてない写真は3万枚ありますまだみんなの元にどこにも載せてないフォルダ3万枚あるので、そっから選んでます写真いつも。
え、バージョン違い嬉しい？バージョン違い嬉しい人いるの？みんなわかんないかなと思いながらやってたんだけど。そう、3万枚ある。みんなにまだ届けてない写真が。そう、公開できる分でね。公開できないのは排除して、公開できる分をそのフォルダに入れてるんだけど、3万枚あって、そこで使った写真をそこのフォルダから消すっていうのをやってます。そう、公開できる分だけでね。本当にこの3日間ぐらい携帯がおかしくて困ってる。え、そう、嫌じゃん、その分けてる。今までみんなに送ったことある、 SNS とかに使ったことあるやつと、まだ使ったことない3万枚がぐちゃってなっちゃうんですよ。それが嫌すぎて。困り中。終わろう。40分になったら終わります。幸せの4。なんか質問ありますか？なんか質問ありますか？40って偶数じゃないの？でもね、カラコンしてないから漏れない。モレナちゃん、髪の毛は2センチ切りました。最後にね、ミレイに会ったのはね、なんだろう、事務所ですね。事務所です。髪色はオリーブです。オリーブちゃんです。土日の服装なんですか？決まってません、どっちも。どっちも決まってません。そう、卒業後に3回ぐらいは会えてる。焼肉行って、あと事務所でたまたま会って、あと幕張で会えた。マジで寒いよね最近。朝も昼も夜も寒くて困る。お昼ぐらいはあったかくあってほしい。7時間寝れなそう。7時間寝たいのに。でもね、みーはね、今ショールーム終わって本気出して寝ようと思ったら2時半かな、早くても。あ、でもオリーブなんてほぼ黒髪ですからね。なんかオリーブの中でもいろいろあるので、オリーブが強めとかグレージュが強めとかいろいろあるので、ほぼ黒ですね。暖房つけ中です。え、アイスは、最近食べてるアイスは、なんかみよスーパーカップめっちゃ食べてたじゃないですか。スーパーカップって、あのチョコのやつって
コンビニで売ってる期間たまにあるんですけど、すぐなくなっちゃうの。もうなくなっちゃったのね、すぐに。もう寂しすぎて、一番好きレベルの好きアイスだから寂しいじゃないですか。でパルムもなくなっちゃってコンビニで、ミオのいつも行ってるコンビニだから、もうしょうがなく今日はなんかチョコモナカジャンボ食べました。本当はスーパーカップが食べたかった。もうない、しばらくない。なんだろう、公式 SK の公式のインスタにタグ付けされた、みんな見てみてください。なんか投稿されたと思うタグ付けされた。え、2時3時にバブル来るからなって。あ、バブルは24時までですよそんなそんな、バブルは24時までですか。そう、スーパーとかだとね、スーパーカップめっちゃ売ってるんですけどね、コンビニはね本当に短い期間でしか売ってない。あ、やばい、やばいやばいやばい持ってこれた、やばい。やばいかも、充電90何パーもあったやばい。終わります。やばい、40分になった瞬間携帯死んだ、固まった。やばいやばい終わります、バイバーイバイバーイ。